DB217-014 西ドイツ国鉄 V162 系ディーゼル機関車は V160 系の両角列車用暖房装置を電気暖房とし最高速度を時速 140km に引き上げた液体式ディーゼル機関車である V160 型からの派生形式の一つ走行用のエンジンで暖房用発電機を駆動すると牽引力の低下を招くため 主に発電に使用するための補助エンジンを搭載した。このエンジンの出力は走行用にも振り向けることができる。後に最高速度が時速百四十キロメートルとされた。九百六十五年に三両が試作され、九百六十八年から十二両が量産された。製造はすべてクルップである。九百六十八年の称号変更後は二百十七型とされた。元来。 V160 型は高価かつ重量のあるエンジンを2機搭載する V200 型に対してエンジンを1機とし経済性を求めた機関車である。しかし V200 系同様にエンジンを2機積むこととなったことで経済性の面での長所が薄れてしまった。量産車が製造された1968年には V160 系のエンジン出力を増大し1機の エンジンを走行及び発電に使用する218系の試作車が完成。両車を使用した結果、電気暖房搭載車の製造はそちらにシフトしたため、V162 型は、軽1 5両の製造に終わった。中重量級列車や支線では1960年から V160 型が使用されていたが、今後製造される列車の暖房が、蒸気によるものから電気によるものへと変更されるため、 電気暖房用の発電装置を備えた機関車が求められた。DB は1963年からクルップと開発を開始。1965年から翌年にかけて発電機の製造元を変えた試作車が3タイプ製造された。T カラーとされた753.001から7。機構的には V160 型を基本としており、メインエンジンは 同じマイバッハのメガバイト 16V652TB 型である。発電用エンジンは、マンの D3650HM3U 型である。エンジンを2機搭載することから、V160 型よりも全長が 400mm 長くなっている。特徴的なのは補助エンジンの使い方で、単体で電気暖房用発電機を駆動するほか、貨物列車等、牽引力が必要な場合は、 その出力を走行用に振り向けることができる。二つのエンジンからの出力は一つの液体変速機で調合され、エンジンに気分の計 2440PS の機関車とするのである。前述の通り、機関車の製造元はクルップであるが、発電機の製造元により試作車が三タイプある。発電機の製造元は、それぞれ V162-001 は、アセアブラウンボベリ。 V162-002 は e グ v 1 6 2 0 0 3はシーメンス製である001と002は1965年003は翌年の製造である試作者は1968年までテストされその結果量産車にはシーメンス製が採用された1967年から量産車の製造が開始されたが落成は1968年の称号変更の 後だったので、量産車は V162 型ではなく217型の011から022とされた。試作車は217001から217003と改版された。1971年にブレーキを踏み面ブレーキからディスクブレーキに変更し、最高速度を時速 20km 向上させた時速 140km とした。 試作車の217001及び217002は1989年にブレーキ等の試験車として753001及び753002に改版されている001は2007年に元番号に服された2007年現在003を除き全車両が運用についているありがとうございます